ワイヤードミュージックフェスティバルで起きたナンバーアンダーラインアイファン騒動。一体何が問題だったのかフェスティバルでのマナー問題。押し合い、司会遮断、違法撮影、ファン行動の是非を議論。音楽フェスティバルは、ただの音楽鑑賞の場を超えて、多くの文化的意義を持つ社会現象となっています。アーティストがステージでパフォーマンスを披露し、ファンがその瞬間を共有することで、 音楽の持つ力が一層引き出され、共鳴が生まれます。しかし、そのような場でのファンの行動は、アーティストや他の観客に対して大きな影響を与えることがあります。特に、大規模なフェスティバルでは、ファンのマナーや行動がイベント全体の雰囲気を左右し、アーティストのパフォーマンスや印象にも深く関わってくるのです。例えば、2024年に開催されたワイヤードミュージックフェスティバルで、 ップグループのナンバー・アンダーライン・アイが初めて出演した際、彼らのファンである i l y アンダーライン・エスの行動が注目を集めました。このイベントでは、主にヒップホップを中心としたラインナップが揃っていたにもかかわらず、ナンバー・アンダーライン・アイという異色の存在がステージに登場しました。彼らのパフォーマンスが始まると、多くのファンが歓声を上げ、そのエネルギーがステージを包み込みました。しかし、パフォーマンス終了後、 ファンの一部がその場を離れるという光景が見られ、他の参加者やアーティストへの影響が議論の的となりました。フェスティバルという場では、複数のアーティストがパフォーマンスを行い、それぞれのファンが集まります。しかし、1つのグループのパフォーマンスが終わった途端、大勢のファンが退出することで、次に登場するアーティストや他の観客に与える印象はどうでしょうか。ある参加者は、 ナンバーアンダーライン愛のファンが大量に帰ったことで、次のパフォーマンスの観客が少なくなり、アーティストにも失礼だったと感じたといいます。この行動は一部の人にとっては、礼儀やマナーに欠けているように見えるかもしれませんが、別の視点から見ると、場所を譲る行為として肯定的に捉えることもできます。フェスティバルの性質上、他のアーティストを楽しむ時間がないファンもおり、 次の観客にスペースを提供するために早めに退出することは自然な行動とも考えられます。こうした状況は、単にファンの行動だけではなく、フェスティバル自体の構造や運営にも関連しています。異なるジャンルの音楽が共存するイベントでは、ファン同士の文化的な違いも浮き彫りになります。ヒップホップのイベントでポップグループが出演すると、そのジャンルの違いから生まれる期待感や文化的なギャップが生じることは避けられません。 あるヒップホップファンは、最初はナンバーアンダーラインイの音楽に対して懐疑的だったものの、彼らのパフォーマンスが進むにつれて自然に手を挙げ、リズムに乗って楽しんでいたという声も聞かれます。このように、音楽フェスティバルは異なる音楽ジャンルやファン層をつなぐ架け橋ともなりうるのです。しかし、ファンの行動がアーティストや他の観客に与える影響を無視することはできません。ある参加者は、 ナンバーアンダーラインアイのファンが前方に集まりすぎた結果、押し合いが発生し、将棋倒しのような危険な状況が生じたと報告しています。また、内輪やペンライトを使用して後ろの観客の視界を遮ったり、撮影禁止区域での違法な撮影行為も問題視されました。これにより、ILI アンダーライン S 全体のマナーが問われ、フェスティバルの参加者全体に悪い印象を与えてしまったのです。 こうした問題を解決するためには、まずファン自身が自分たちの行動を見直し、他の観客やアーティストに対する敬意を持つことが重要です。フェスティバルは一つの共同体であり、すべての参加者が互いに協力し合い、良い経験を共有するための場です。特に、大規模なイベントでは、マナーや規則を守ることが、アーティストや他のファンに対するリスペクトの表れとなります。ファンの間でも、 音楽フェスティバルに参加する際の基本的なマナーについての啓発が広がりつつあり、これは非常にポジティブな動きです。一方で、フェスティバルの運営側も、こうした状況に対応するための対策を講じる必要があります。例えば、特定のアーティストのファンが一斉に退出することを予見し、適切な誘導を行ったり、混雑を防ぐための空間設計を見直すことが求められます。また、 異なるジャンルのアーティストを招待する際には、そのギャップを埋めるための工夫や配慮が必要です。例えば、異なるジャンルの音楽が共存できるようなプログラム編成や、各ファン層が楽しめるようなステージ構成が考えられます。さらに、フェスティバル全体の体験を向上させるためには、食事や休憩スペースの充実、さらにはライブ映像をモニターで鑑賞できるエリアの拡充など、 ファンが快適にイベントを楽しむための環境整備が重要です。このような課題に対して、ファンと主催者が協力して取り組むことが、音楽フェスティバル文化の健全な発展に寄与するでしょう。特に、日本の音楽フェスティバル文化は、世界的にも高く評価されており、その独自性と規律が注目されています。しかし、この文化をさらに進化させるためには、すべての参加者が一丸となって、 音楽と共にあるコミュニティを尊重し、より良いフェスティバル体験を追求する必要があります。音楽フェスティバルは、アーティストとファンが一体となって作り上げる一種の儀式であり、その成功は、双方の協力にかかっています。ナンバーアンダーラインアイのようなアーティストがフェスティバルという新しい舞台に挑戦し、異なるジャンルの音楽ファンと交わることで、音楽の新しい可能性が広がります。しかし、 それと同時に、ファンの行動がその経験を左右する重要な要素であることを忘れてはなりません。ファンとして、アーティストに対する敬意を持ち続け、他の参加者とも共存し、音楽そのものを楽しむ姿勢が求められます。これからも、音楽フェスティバルは進化を続け、様々な挑戦を迎えるでしょう。新しいアーティストやジャンルの登場、技術の進歩、さらにはフェスティバルの多様化が進む中で、 ファンとアーティストの関係も変化していくはずですその中で、どのように音楽フェスティバル文化を育んでいくかが、私たち全員に問われています。ナンバーアンダーライン愛がワイヤードミュージックフェスティバルで見せたような異文化交流の瞬間が、音楽の力をより強く感じさせ、私たちに新たな視点を与えてくれるでしょう。そのために、まずは自分たちの行動を見つめ直し、 音楽とその周りにいるすべての人々を尊重することが大切です。音楽フェスティバルは単なる音楽イベントではなく、そこに集うすべての人々が作り上げる文化なのです。それを守り、育てていくためには、私たち一人一人の意識が不可欠なのです。音楽フェスティバルは、単なる娯楽の場を超え、文化の発展や社会的なつながりを形成する重要な役割を果たしています。その中で、 ファンとアーティスト、そして運営側がどのように共存し、協力していくかが、イベントの成功とフェスティバル文化全体の進化に直結しているのです。ナンバーアンダーライン愛のファンによる行動が引き起こした反応は、音楽フェスティバルの持つ複雑な社会的ダイナミズムを浮き彫りにしました。フェスティバルにおけるファンの行動は、一見些細なことに思えるかもしれませんが、それがイベント全体や他の参加者に与える影響は非常に大きいのです。 特に、日本の音楽フェスティバルにおいては、礼儀や規律が非常に重要視されています。これは、日本の社会全体が持つ調和を大切にする文化的な価値観に根ざしている部分もあります。フェスティバルの参加者は、互いにリスペクトを持ち、同じ空間を共有する他者に対して配慮することが求められます。このような、共有の精神が、日本の音楽フェスティバルの独自性を際立たせている要素の一つです。 しかし、ファンがそのような期待に依頼ら,られない場合、イベント全体に不協和音が生じることがあります。この点について考えると、ファンの行動に対する理解や共感を深めるためには、フェスティバルの事前の教育や啓発活動が効果的かもしれません。例えば、イベント前にマナーに関するガイドラインを公式に発表することや、ファン同士がフェスティバルマナーについて話し合うコミュニティを形成することが考えられます。 実際、多くのフェスティバルでは、SNS を活用してマナー啓発のキャンペーンが行われており、これがファンの行動に対する意識を高める一助となっています。このような取り組みは、フェスティバル文化全体の健全な発展に寄与すると同時に、アーティストや他のファンに対する敬意を促進するものです。また、音楽フェスティバル自体が、多様な価値観や背景を持つ人々が集まる場であることを考慮すると、 そこここにに集うう全員がが同じように楽ししむととは難しいことも理解すする必要があります異なるアーティストが一つのステージで工作する中で、ファン層や期待される行動も異なることが当然であり、その違いを受け入れる柔軟さが求められます。これには、運営側がどのようにイベントを設計し、異なるファン層に対応するかという課題も含まれます。例えば、ジャンルごとに明確な区分を設ける。 異なる時間帯に異なるアーティストを配置するなど観客が自然に自分たちの興味に従って行動できる環境を作ることが考えられます。